はいどうも、えー、っとですね。今回は、前も撮ったんですけどね。えー、なんで、その、自分の、えー、教え子のですね、小学生たちに、塩素系漂白剤のをですね、カレーにぶち込んで食べさせようとしたのかっていう、事件があったんですけど、えー、美人教師、美人、美人女性教師にしとくかどっかに入れた方がですね、 あの、美人女性教師って入れると、うってなる人が多分ね、うん、どんな事件かってな,なる人がいるんで、ちょっと入れ,入れましょうか。え、ここに入れようか。えー、っと。美人女性教師抜きで修、みんなが修学旅行に行くのはですね、許せなかったっていうお話で、えー、の裁判がですね、えー、あったそうで、 いつの間にか裁判の時期になってそうで。はい、えー、美人ですかね。えー、どうですかね。下向いちゃってますし、向こう側からも撮られてますね。で、マスクしてるんでわからないですけど、ちょっとぽっちゃりですかね、みたいな。でもまあ、24、5なんで若いですよ。 若くてですね。まあ、年よりば、ばーなんとかなんとかより若い方が一応いいと思うんで、一応いいんじゃないでしょうか。はい。でですね、えー、っと。えー、っと、まあ。でですね、塩素系漂白剤。 600ml を入れたとかですね、そういうお話で、あの、最初手の消毒のやつかなと思ったんですけど、ちょっと判断つかなかったので、一応ググ、あの、検索したらですね、えっ、ー、と、これ、これ系が出てきまして、えー、これ系、その、30人ぐらいだとしてもですね、 カレーに一本ぶち込めばですね、キャップ一杯ぐらいはみんな食べるわけですよ。で、キャップ一杯これ飲めって言われたらですね、あのー、そヤクザの人がですよ、その恋人切るかキッチン入った、あのー、キャップ一杯飲むかどっちかいいって言ったらキャップ一杯飲みますけど、飲めないですよ、キャップ一杯。なのでですね、はい、なかなかきついことをしたの、 かもしれないですけど、その、手を洗う方の可能性もあるんで、どうなんだろう。手を洗う方はですね、普通、塩素系漂白剤とは言わないんで、塩素系、おっと、塩素系漂白剤 600ml っていうとですね、えー、これ系、なんでこれ系、キャップいっぱい子供に食べさせようとしたっていうのはですね、ちょっと、あれですね、ちょっとびっくりしますね。 はい、えー、で、えー、そうですね。初後半でハンザーさんはですね、えー、あなた、キャップ、あの、塩素系漂白剤1本ぶち込みましたかって言ったら、えー、やりましたって言ったそうで、でですね、うん。担任をですね、2年連続でやってたんだけど、来年ですね、担任を外れることになったそうなんですよ。で、えー、 で、それがですね、あのー、あの、みん、私の生徒が、私抜きでみんなで修学旅行に行ってなんか楽しい思い出作るなんて許せないんだけど、みたいな感じのところで、えっ、ー、と、塩素系漂白剤をですね、一本ぶち込んだそうで、えー、っとですね、ある意味すごくいい先生、すごい、な、熱血教師、あのー、 もう私と生徒は家族なんだからみたいなんですね、そのぐらいの意気込みでやってくれるすごくいい先生なんですけど、えー、塩素系漂白剤一本カレーにぶち込むっていうのはですね、ちょっと、あのー、気が短いっていうかですね、えぇ、ー、自分勝手っていうかですね、<laughs> はい、えー だけどまあ、すごい、まあ熱血教師、熱血教師っていうか、すごくですね、えっと、生徒と距離の近い先生なんで、ひょっとしたらすごくいい先生なのかもしれないけど、えそうですね。自分以外、あ、これも嘘なのかもしれないな。これ嘘の可能性があるな。 えー、授業中にですね、あの、生徒がムカつくことをですね、散々やられて、それの仕返しに、あの、給食のカレーに、塩素系漂白剤を一本ぶち込んだっていう話もあるんだけど、さすがにそれは裁判では言えなかったから、こんな感じのことを言ってる可能性も、ありますね。で、えー、 24歳の先生なんで、どうなんだろう。だいぶ守られてるような気もしますけどね。はい。えー、で、今回、まあ、美人女性教師と入れましたけど、えー、ね、これじゃあ何にもわからないんで、あれですけど、美人かもしれないし、美人じゃないかもしれないよってことで、一応、あれですね、女性の警察官が付きそうでつくんですねってことで、 はい、えぇ、ー、塩素系漂白柄ですね。えー、飲める人もいると思うんですけど、多分この人が、あの、一本飲めって言われたら飲めないと思うんですけど、キャップ一杯ですね。キャップ一杯でもきついと思いますよということで、はい、今回以上です。